第二の級金融級を守るのはセイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。死竜たちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛級を通り抜けることは許さん。このお牛座タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのかアルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。この奴か。まさしく奴は黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。このままでも十分お前を倒せる。俺だけか。まだまだ。ローリングスラッシュ。言ったはずだ。俺だけ金牛級は倒産。どうなっているんだ。やつは構えてもいないっていうのに。まだまだ。ペガサス、これでも食らえ。まだまだ。あの腕組みがすでに攻撃対象になる。まるで剣風の野獣だ。水の剣に弱い気がある。焦っているのかいアルデバラン。まだまだ。ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。コスモが消えそうだ。ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣など抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられん。西洋の剣がビッグバンを起こすと。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。その黄金の角へし折ってやる。おいせいや。はいと。俺のこの黄金の角をへし折るだと。もしそんな奇跡的なことができたら俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。勝機が見えてきたぜ。しまった。アルデバラン、せいや。たかが俺の構えを解かせたぐらいでいい気になるなよ。まだまだ。しまった。くっ
まさかこれだけか。体の感覚が著しく衰えたのか。コスモが増大したのか。ブロンズの実力などたかが知れてるな。教えてくれたコスモの記憶、このセブンステージズよ、目覚めよ。コスモの記憶、セブンステージズに目覚め始めたと言うだけ。俺のコスモペガサス流星拳。いいな。ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。ちょっと手加減しすぎたかな。聖夜のコスモが大きくなっている。傷つき倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれん。ぬっ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだ、アルデバラン。約束通りその角もらった。な、何？どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ、せいや。このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい、せいや。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。